皆さんこんにちは、みーちゃんです。前回の動画に引き続き世論調査のお話をします。前回はアメリカ大統領選挙の例を挙げて、世論調査とツイッターのアンケートの違いをお話ししました。本当は国民の意見を聞くには全員に聞くのが一番ですが、それはなかなか難しいです。なので一部の人に聞く方法をとります。でも一部の人の選び方が偏っていたら全体の傾向はわからないよってお話をしました。じゃあ主要メディアは世論調査に回答する人をどうやって選んでいるのでしょうか。よくある疑問に答えつつ説明していきます。大手新聞社や放送局は定例世論調査を電話で行っています。電話調査ではRDD と呼ばれる方法で回答する一部の人を選んでいます。 RDD とはランダムディジットダイヤリングの略で、簡単に言うと全部の電話番号からランダムに番号を選ぶというものです。この方法なら電話帳に掲載されていない人にも電話をかけることができます。じゃあここで一つ目のよくある疑問言ってみましょう。電話での世論調査は固定電話だけにかけるから偏るんじゃないの？前回の動画にも同様のコメントをいただきました。実は現在の電話世論調査は携帯電話も対象になっています。携帯電話だけでもうまくいかないので、固定電話と携帯電話の併用が行われているのです。ただし固定電話と携帯電話では回答の傾向が変わらないとする調査もあります。各新聞社などが協力した携帯 RDD 研究会による調査では、固定電話と携帯電話において内閣支持率で同様の傾向が見られることが明らかになりました。なので携帯電話にかけないから偏ると一概には言えませんね。二つ目の疑問はこちら。固定電話に出るのって家にいる人だけだから主婦やお年寄りに偏るのでは？この疑問は世論調査の質問の仕方を知ることで解消できます。内閣支持率の電話世論調査の場合、最初にする質問は有権者は何人いるのかです。その上でその人数からランダムに数字を選び、年齢が上から何番目の方にお尋ねしたいですと言います。本人がいる場合はそのままOK が得られても、本人がいない場合は時間を置いてかけ直しとなるのです。確かに面接で行う調査に比べて回答率が低いのは事実です。ただ世代には配慮し調整が行われています。電話に出た人に聞くのではないのです。ちなみに電話での定例世論調査は通常金曜日の夜から日曜日の夜にかけて行われています。さて今回は主要メディアは世論調査に回答する人をどうやって選んでいるのかということをお話ししました。電話世論調査では RDD と呼ばれる手法で回答者をランダムに選んでいます。現在では携帯電話も対象になっていますが、傾向は変わらないとする調査もあります。世代については電話に出た人がすぐ回答すると偏ってしまうため、上から何番目の人と指定して回答をお願いしています。なんと世論調査シリーズはまだ続きます。次回はなんで会社によって世論調査の数字が違うのという疑問にお答えします。その前に他の動画も挟むとは思いますが、またご視聴いただけますと幸いです。また先日 YouTube のチャンネル登録者さんが2000人を突破しました。皆さんの温かい応援、本当にありがとうございます。何か記念企画ができれば良いなぁとも思っているので、少しお待ちください。今後とも頑張りますので、よろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。